本当ありがとうございます。いや本当にお時間いただいてありがとうございます。なんだこの見慣れないコンビじゃないですけど、まあ、品川さんにメッセージを送らせていただいたところから始まってですね。そうなんですよね嬉しかったです。本当ですか。まあ僕自身も言葉みたいなのに今までたくさん影響を受けてきた人間なので、今回パワーフレーズ聞かせていただきたいんですけど。僕ね、トヨタ自動車の豊田章男社長って大好きなんですよ、はい、数年前からこう髪型とかメガネとかも真似してそうなんですか。そうなんです。章男社長も4代目なんですよ、うん、おじいさんが初めて国産乗用車をトヨタ自動車を作って、うん、何十年続いてきたものを次にまた伝えるっていうやっぱりミッションがあって、うん、常に挑戦しなきゃいけないんですよね。豊田章男社長が先月のトヨタの決算発表で、うん、U の精神。U ってね、YOU。自分以外の誰かのために頑張る。そういう会社にしたい。もうすっごい感銘を受けて。うちグループの行動指針っていうのがあって、それ貢献って言葉があって、松下幸之助さんと稲盛和夫さんが言ってる言葉で、利他主義。自分中心の利己主義ってあるじゃないですか。はい、に対して他者のね、他人さんの利益のために頑張るっていうのを利他主義って言って、まあその U の精神、利他主義、貢献って僕一緒の意味で取ってるんですけど、とにかく自分以外の誰かをね、喜んでもらう。誰かにの役に立つ。誰かを笑顔にする。いうことが、実は回り回って一番自分が幸せになる近道だ。うん、